どうも、お散歩大好きおやじでございます。これ気になんない？殿山の館、殿山の館って気になんない？これちょっと探しに行こうか。これをね、この道をこっちに行くといいみたい。ちょっと行ってきます。なんかやっぱり気になるものを見に行くって楽しいよね。もうこれお散歩動画3本目なんだけど、いい天気ですよ。雨がパラついたんでね、布団干してたのをわざわざお家までしまいに行って、結局その後は降らないというところになりましたけども、まあそれはいいでしょう、結果論なんでね。干しっぱなしの方が気になってしょうがなかったんで、まあそこはいいと思いますけども。いや、もうね1時間ぐらい歩いてるわ。なんだかんだで1時間ぐらい歩いてる。すごいな。こっちの方かな、殿山、殿様かな、殿様がいるのかな、殿山には、殿山の館には殿様がいるんでしょうか。何か新しい発見があればいいんですけど、お蔵入りになってしまう可能性は十分にあります。なので少しぐらい取れ高を考えていこうと思います。あ、よかった、彼岸花ある。あ、いい、白い彼岸花あるわ、ほら。毎年ね、去年行ったかな、八千代の方にね、村上かな、公園があって、そこ彼岸花のねイベントやるのよ。去年は多分コロナでやってないと思うんだけど、もう毎年ちょこちょこ行くんでね、もう2回3回ぐらいは行ってて、毎回楽しませてもらってるんですけど、去年かな、行った時はね、あのコスプレのお姉さん来てて、ちゃんとしたね、あのカメラマン連れてきてね、撮影してた。彼岸花のところでね、カラカサっていうのかな、昔の傘ね、ああいうものを開いて、なんか黒いね、ちょっとドレス的なやつだったかな、なんかそういったもの、なんかのアニメのキャラとかじゃなかったんだけど、そういったねアニメ界から飛び出してきたであろうね、ちょっと異空間の感じはしたね。そういうところにね現れるっていうのが、それがまたね、素敵な景色でしたよ。殿山ガーデン第二駐車場っていうのが出てきました。殿山の館がどれかな。よし、疲れたわ。1時間歩いてると疲れるわ。しかも喋りながらだからね、結構カロリー消費してんじゃない。これかな。あ、ダメ、でも人ん家だったら困るな。あ、ここも彼岸花あるわ。なんか彼岸花とお寺とかってやっぱり合うな。あ、ここか、やっぱりここっぽくない。殿山交流の館、なんかレンタルスペースとかだって。そういうのがあるんだね。この辺が殿山の館だな。駐車場とかもあるしね。でも彼岸花でさ、思い出したけど、よく考えたら鬼滅の刃のさ、これまで前言ったと思うんだよな、それかな、アニメのエンディング曲で彼岸花が出てくるのよ。あそこを見ての印象を持ってる人も多いだろうな。でもそのさっき言ったコスプレのお姉さんは別に鬼滅の刃のコスプレじゃない。でも絵になってたな。なんかああいうの見ると私も撮らせてほしくなるけど、趣味の一環で来てる人もいるじゃないですか。そういう人だったらちょっと声かけて写真撮るのもありなのかもしれないけど、なんかそれなりにプロのカメラマンがついてる場合ってやっぱり邪魔になっちゃうからね。そういうのはなかなか撮れないけど。お、テニス、フットサル、交流の館ってことでね、
駐車場が用意されてますね。まあテニスなんかはね、まあ、外でやるからね、まあいいのかなとも思いますよ。やっぱりね、ずっと家にいたらね、ダメになっちゃう人は。そこら辺しっかりね、自分の中で管理してやるのがいいかなと思います。あ、すごいね、こういった体を動かすところなのかな。まあ、この喫煙所はちょっと置いといて、自販機がさ、お菓子ある、チップスター、ビスコ、発酵バターのうまいんだよなこれ。あとキートカート、お値段もまあまあかなね、定価なのかな、キットカート110円だよ。まあ、スーパーで買うと大体こんなもんだからね。まあ、特別、あ、これ前買った、これどこだったの、ミスティ用のコーラね。あとコナン缶があるよ、コナン缶。こういうのがあったりするからね、ちょっと自販機は結構面白かったりするんだよな。こっちが、あ、殿山の館って書いてるぞ。こっちが抜けられるのかな、ここら辺って私有地かな。あ、でも入り口があそこになってるから、ここ入るだけなら大丈夫か。もうダメだったら謝ろう。あ、駐車場だね、完全にね。フットサルコートがあるんだ、殿山の館は。あ、でもほらすごい、あ、綺麗綺麗、ほら綺麗だね。なんか使ってないのももったいないからさ、使ってない時はちょっと安く提供したりすればいい、提供というか、あの、貸し出したりすればいいのになと思います。うん、いいな。はい、ってことでね、来た道をちょっと戻っていきます。もう行き止まりになってたわ。あ、乗馬があるよ、いいな。お馬さん乗ったことないんだよな。馬かわいいからね、うん、乗ったことないよな。多分ちっちゃい頃も乗ったことないな。マザー牧場とかは千葉あるから、小さい頃はね、親に連れてってもらったりとかもしてたんだけど、馬には乗ってないと思うな、ちっちゃいしな。あと修学旅行でも行ったね、マザー牧場で乳搾りしたわ。牛乳嫌いなんだけどね、うん、牛乳嫌いだっていうとね、明治牛乳の明治乳業か、あの工場見学に行ったことがあって、小学校ぐらいかな。でよくほらヤクルトとかでもさ、工場見学とかに行くと、お土産でちょっともらえたりするじゃない。で明治さんってほら牛乳だからさ、牛乳もらったら、私ほら牛乳嫌いだからね、牛乳もらったらどうしようかなと思ってたんだけど、コーヒー牛乳だった気がする、コーヒー牛乳もらった気がするわ確か。うん、牛乳嫌いだからって言ってコーヒー牛乳もらったのか、そもそもみんなコーヒー牛乳だったのか全然覚えてないんだけどね。この動画面白いかな、道歩いて親父が喋ってるだけだな。もう殿山ガーデンの謎も解けちゃったしね、殿山の館のね。よかった、公園があった、公園があったよ、公園ちょっと見ていこうね。このお散歩の一番最初の動画でちょっとさ、不審者の話したのよ。住宅街歩いてたら、不審者がいたら警察に通報しますっていう看板があったよっていうお話をしたんだけど、なんかね、ほらパートさん結構私の会社いるんだけどさ、ある小学校で不審者が出てるらしくて、で小学校の近くの公園にね、なんかいるんですって。で一回ね、女の子がね、腕をつかまれたっつって、まあ一応そういうのがあるから気をつけてくださいってところと、警察が注意して見守ってると思うんだけど、これ大馬さんかわいいよ、これ新しい大馬さんじゃない、乗馬クラブがあるからかな。どっちがいい、君どっからがいいアングル、真正面から撮った方がいい、でも横から見た方がいいな、左かな、こっち側行くと左がこっちか、ここでちょっと撮ってみようかね。
これちょっと1枚取るよ。はい、チーズ。はい、取りました。はい、かわいいですよ。で、ここはね、まあ、ブランコ。ブランコ、滑り台、砂場は定番だな。今日なんかこの3つ、あ、ブランコはないとこあったか。ほら、砂場もある。でも、ここは多分古い公園だよね。この砂場かっこいいな。なんかやっぱり公園によっていろいろ顔が違うのがいいね。これも多分ね、古いタイプの滑り台だよね。プラスチックとかでできてないから。ブランコなんかはちょっと中期かな。座るところが、あ、でも木かな。昔やっぱりあの座るところ木とかでできてたからね。で、鎖をね、ガッツガツで使ってたから。そういうのを見るとね、どのぐらいの時代にできた公園かっていうのがある程度わかる。あの馬は新しい。あの子は新しい子。あの子まで来たばっかしらよ、多分。すごいピカピカしてるもん。はい、ってことでね、下にちょっと降りるとね、こういう感じで、やっぱりキャッチボールやったりとかね、ちょっとしたサッカーやったりとか、遊ぶスペースはありますね。で、まあ、不審者が出るっていう話なんだけど、そういったとこやっぱり怖いからね、じゃあ俺見回りに行ってやろうかなと思ってんだけど、よく考えたら、そういうね、ところに私が見回りに行ったら、私が不審者になって捕まってしまいますからね。それはダメだなっていう話でね、却下されたんですけど。まあ、そもそも私はね、まあ、偽善者なんでね、誰かを助けることをに感謝されたいタイプなんでね、もうそういうのは見回りに行くとかも全然 OK なんですけどね、捕まっちゃうと困るんでね。すごいな、立ちしょんべんする人いるんだ、このご時世に。はい、もうここまでにしようか、とりあえずね。もうこれ以上言っても多分取れなくはないと思う。何かあったらまたね、くっつけようと思います。ご視聴ありがとうございました。お散歩大好きおやじでした。今日はね、殿山の館をちょっとね、調べられたんでよかったです。それではまた別の公園でお会いしましょう。バイバイ。